写真撮ってたら一生生きていけるなと思いました。おばあちゃんになっても10年30年後も、昔はやっぱり自分の色を確立しなきゃとか世の中に認めてもらうための意識もあったと思うんですけど、今は自分が一生撮り続けることができればもうそれでいいんだなっていう。写真大学、今回はですね、写真家の市橋織江さんの事務所にやってまいりました。市橋です。まあ、広告もそうですけど、はい、ムービーもそうですし、はい、まあ、写真展も精力的にやられて、ね、はい、市橋さんはいつ頃から写真家になろうと思われたんですか？大学が武蔵野美術大学、はい、武蔵に行かれてて、はい、行かれたというか入学しまして、はい、前期3ヶ月通って、うん、後期から1日も行かない。あ、もうそんな一応あのプロフィールのところでは一応確認をしてますけどそんなにもう短い、はい、何科だったんですか？ちなみに空間演出デザインですね。それもあってこのおしゃれ。いや、どうですかね。一番最後の授業でちょっと写真を使った授業があって、うん、あ、写真ちょっと面白いなっていう思いは若干ある状態で学校を辞めまして、で何しようかなって言った時に、いや、これは写真ちょっと面白いと。それでスタジオマンに入られたんですか？まず普通の人は大学行っている2年生の時にはもうスタジオに入っているんですね。スタジオ3年くらいやって、その後師匠に一応つきまして独立と。なるほど。入ったスタジオが割とファッション、うん、ビューティーが多いスタジオだったんですね。最初のうちは雑誌を中心に活動する意識で、作品を作ってたりとか。なるほど。ブックを一生懸命アシスタント時代とかスタジオ時代作って、はい、こう、まあ、まず営業してみたと。その辺はどうなんですか？ブックはいっぱい作ってますよね、うん、常に撮って、仕事につながりそうなファッションみたいなものもやっぱりやってはいたんですよ、うん、やっていながら、今の写真に近いようなものもやっぱり撮っていて、うん、ある時、まあ、仕事でそうじゃない私の側の、うん、作品を評価してくださって、それを仕事につなげてくださる方々が。写真界の僕らから見たら、まあ、写真家としてのバランスっていうか、仕事はしっかりしながら、で、まあ、自分っていうカラーも出していきながら、アートワークの方もバランスよくやっていくっていう、まあ、理想的な形で、まあ、今活動されてるんじゃないかと思うんですけど、何かこうターニングポイントになったような撮影っていうのはあるんですか？僕覚えてるのはスタジオジブリの猫の恩返しっていう映画があったんですけど、うん、はい、その猫の恩返しが公開するときに、その一冊まるまるイメージブックみたいなっていう仕事がいきなりあったりとかで、ちょっとそういうファッションとか人物とかを可愛く撮るとか、そういうことだけじゃない世界でも自分の写真が認めてくれるところがあるんだなっていうことが分かって、そのまま、まあ、広告の方に飛んで。なるほど。そこからこうちょっとこういう感じのやり方もあるんだってこと。そうですね。なるほど、はい。やっぱりなんか自分って何だったんだろうっていう部分は常に売れる前からも多分みんなも持ってるし、そういうのをやっぱ聞けるとちょっと頑張ろうって思える感じがすごいするかなと思って、はい、ね、うん、でもやっぱりもともと好きで撮り始めた頃の写真って、例えば洗濯物が好きで人の家の洗濯物取りためてたりとか、うん、そういうファッションとかそういうことと全然違う、うん、ある意味ファッションですけどね。あ、そうですね。視点で撮ってたものもで、好きなものをきちんと見つめるというか、表現することに集中していった時に、その純度を高めていくことが仕事につながっていく、うん、今はネガから撮られてるんですか？はい、そうです、ね、ではネガから、はい、それはずっと最初からですか？最初からです。それは自分でプリントして、で、あの色味を出していく、そう、ね、空気感と透明感を出していく、はい、他人にプリントをしてもらったことがないんです。へえ。まあ、最初からですか？じゃあ最初から自分で暗室を作ってからは、うん、もうずっと焼き続けて20年くらい。スタッフの方も一緒に入られるんですか？暗室って一人ですね。暗室はいつも一人で、一人です。なんで実際に暗室に入って作業してみないと、うん、どう出てくるかが確かめられないと、撮る時にどう撮っていいかわからないというか、もうつながりすぎていて、そのセットでずっとやられてるんですよね。そう、じゃあデジタルとかはもう使われないんですか？そうなんです。もう全部フィルム。そうなんです。へえ、すごい。
まあでもそれができやり続けれるってこともやっぱりね素晴らしいし、そのせいで受けられない仕事もいっぱいあります。やっぱりそうなんですね。まあでもそれでが自分のカラーになっていってるんですからね。そこはやっぱりずれないっていうか、今のところは変えられないですね。なるほど。なんかもう辛かったっていうこととかあるんですかね。今のこうパッとこうプロフィールとか見てるとなんかすごい順風満帆な人生をこう、あのムサビだけなんでやめたんだろうなっていうのはちょっとあれですけどそれ以外はね、映画だったりとかもそうですし、はい、広告の写真もそうですけど、まだ割と若いうちに一人でやり始めて、うん、経験したことないような場にポンって置かれてどう対応しようみたいな、うん、あの本当に毎日胃が痛くなるような辛さの方がありましたね、うん、どっちかというと、まあ、もうやるしかないっていうね。そうですね。そういう場にもあえても自分を置いてしまって、うん、やっぱそうなんですね。やっぱもう追い込んでいくしかないみたいな感じでした ね、 ね、なるほど。動画の CM のお仕事だったりも、うん、全く知識のない、うん、やったことがない状態でいきなりオファーだけいただいて、うん、じゃあやりますって言って、うん、ムービーはあのそのままスチールのトーンを、うん、そのままムービーにしてできないかと。そうですね、うん、っていうお話から始まってやるようになり、うん、じゃあ自分で編集もするんですか。編集はやらずにあのカラーのグレーディングはやります、ね、ああこういう感じでみたいな。そうですね、それはあのカラーリストさんっていうプロの方にと一緒にこういうふうにやりたい、こういう色にしたいっていうのをお伝えしてやっていただくっていう感じです。こうまあアングルとか撮影もして、はい、で編集の時はこの色味の感じとか。そうですね、はい、あの編集自体やっぱりあの動画って必ず監督さんがいらっしゃって、監督の意図している絵をまず撮って、うん、見えるものの管理としてはカメラマンが担当して、絵そのものの色とかですね、トーンとかは。もう少し引きでポツンとした絵を撮りたいとかと思っても、それはそういう感じじゃないんですかね。引きの絵が撮りたいなと思ったらまずちょっと引いてみます。引いちゃって、うん、でいやもうちょっと寄ってくれませんかって監督に言われたら、なるほど、分かりましたって言って。なるほどなるほど。じゃあそこは今日委ねられてるんですね。そうですね、かなり委ねられてますね。どこからどう撮るかっていうこと自体が。なるほど。最初はあれですよね、多分そのムービーの機材とかも使い方は分からないじゃないですか。そうですね。その辺はどうだったんですか。カメラマンがいて撮影の助手っていうのがやっぱり いるんですよ、うん、3人4人とか、うん、それぞれ役割が決まっていて、うん、機材にものすごい詳しい人、うん、露出を測って、うん、露出とかを管理する人、うん、あ照明作る人だったり、うん、あのフォーカスを合わせる、うんプロの人とかみんなで一つの撮影部っていう塊だったりするので、それはもうチーム一足みたいな感じになってますか。皆さんそれぞれフリーランス、ね、フリーランスですね。でそのチーフっていう人が助手の方を選んでくるっていう感じなんですけど、照明の技師さんとかはずっと同じ方とやらせていただいてます。それは指名をしてる。そうですね、私の感じは分かってくれてる。そうです、はい、チームプレーのムービーと、はい、その個人プレーの写真っていうのは大きな違いっていうのは内原さんの中ではどう感じますか。まあ、自分自身も変わってるんですかね、はい、かうそうですね、役割自体がやっぱりちょっと違いますね。やっぱり動画は監督のもの、監督の意図をなるべく組んでやりたい、引いて撮ってもね監督に言われたらそうですね、はい、でもスチールってそうじゃないですか。自分がまあ監督みたいな照明もね、はい、そうですね、うん、その絵を作るっていうことだったり、うん、物を撮るっていうことに関して の、うん、その感覚的な部分は全く一緒なんですけど、逆にムービーをやり始めて、うん、どっちもあることでどっちもそれぞれこう影響し合って、うん、気づいていけることがあって、はい、あそれで私がまたさらに、ね、ジェスさんとかはこうやっぱそのカラー自体写真の、はい、パッと見て、あ、市橋さんの作品だとか、うん、でもそれが、市橋さんでなかったとしても市橋さんっぽいねとか、うん、まあ、そういうものがもう生まれてるっていうのはまたすごいなと思うんですけど、すね、そういうのはこうどういうタイミングでそうなっていくものなんですかね。最初から、最初からだと思います。最初から、はい、でも自分の中ではすごく変わってるんですよね、ちょっとずつ。あ、そうなんですね。自分の状態というかによって、うん、今はちょっと濃いめなのを着
気分だなとか、うん、イメージとしてはちょっと定着しているみたいですね。フィルムはずっと同じですか？何に使われてますか？今は 400H ですね、富士の。あ、なるほど、はい、それもともとプロ400だったのが、僕もプロ400使ってました。それとまた違う 400H、 僕はあんまり使ったことないんですけど、はいはい、どういう感じなんですか？ 400H だいぶ G が強い印象ですね。なるほど。年々、うん、ネガが暗くなっていくんですよ。多分ラチチュードが下がって、まあ、狭くなってるんじゃないかなって私は思う。ポジ化していってますね。あ、そうですね。いや、全然そんなことありませんって、もしメーカーさんが思ってたらちょっと申し訳ないんですけど、ね、どうなんですかね、富士さん。どうなんですかね、はい、こういうこと言うとちょっとどうなのって思われそうなんですけど、うん、そんなにこだわってないんですよ、色に。意外ですね。焼く時も実際焼いてる時はもう、あ、すごい気にならないと思って20枚30枚で焼くんですけど、一回焼き終わったらもうどれでもいいやっていう感じになる。扱っていうとやっぱり何を取ったかと、うん、どう取れたかが気に入ってればもうそれで OK みたいなところがめちゃめちゃあって、うん、取るのがやっぱ好きですか？どっちも好きですね。両方好き。どっちも好きです、うん、うまく取れた写真は、うん、焼くのがすごく簡単なんですよね。いい写真が撮れた時、いい感じ、まあ、まあそのままでもいいやっていう感じ。そうなんです、うん、どんな色に焼いてもいい写真はいい写真で、例えば仕事だったりして状況、その場の状況とか、まあ、よくない時もありますよね。なんか撮らない、あのうまく持っていけなくて撮ったシャッターをしてしまった時とかはもう焼く時にもすごい苦労して、こうしとけばよかったや写真を撮る時にって思って、もうなんとかそこをカバーしようとしていろんなことをするんですよ、焼く時に。そう、苦労したのがなんか見えちゃう、ね、そうですね。もし暗室作業がもう楽しくないんで、あ、そういう作業でも皆さんデジタルでやるとパソコン上でやられるってことですよね、うんうん、パソコン上ですね、はい、だからこうずっと続いてる感じがしますね、デジタルだと。なんか多分ちょっと暗室に入ると一回ちょっと一息切り替わるっていうか気分がみたいな感じがあったんですけ ど、はい、もうちょっとゆっくり考えたいなみたいな時間がどんどんなんかなくなってきてる感じが、まあ、仕事によって、そのタイムラグみたいなのは今思えばすごく大事なのかもしれないとか、うん、デジタルで写真を撮る時に、うんうん、撮る気分っていうのは変わったりしないですか、ね、フィルムで撮るときとデジタルで撮るとき。ずっと僕もフィルムだったので、はい、でまあ、デジタルでも撮ってほしいってことでデジタルに切り替わってるので、はい、割と撮り方がフィルムの人のようなデジタルの撮り方かもしれないですね。例えばずっとその後ろに撮った絵が出てくるわけですけど、はいはい、全然見ないとか。なるほど、はい、結局、まあ、もうそっちに集中してて、うん、もう最初のテストの段階で、まあ、フィルムだったらポラー撮るような段階ではチェックはしますけど、はい、あとはもうこっちにずっと気がいってないとっていう感じの撮り方なんで、うん、私のデジタルに移行できない一番の理由は撮る気になれないですね。シャッターを切る気分になるカメラに出会えてないのか、まあ、もしくはそのまあ最終的な仕上がりまで突き詰めたことがないのでデジタルで、うんうんうん、そこが見えてなさすぎて撮る気になれないとか。もう行きましょう、フィルムで最後のRZ です。なぜこの RZ なんですか？一番最初アグファのフィルムを使ってたんですね、はい、でアグファのフィルムって結構、まあ、ほやほやしてる、ほやほやはい、ぽやぽやしてるんですね、はい、あまりシャープじゃないという、うん、味わいのない、うん、無個性のカメラで、うん、撮るのが好きだったんですね、うん、なるほど、だからだんだん近づいていってる気がする、はい、そうですね、レンズも本当にそんなにこう、うん、味があるわけじゃないし、うん、本当に機械っていう感じで、うん、まあ、ローライとかハッセルとか、ローライもですね、はい、カメラマン、スタジオに入る前に、うん、一番最初に買ったのがローライコード、うん、フレックスじゃなくて、うん、コード安かったんですよ、うんうん、なるほど、2万くらいで買った、なるほどなるほど、で似合いますね、ローライ。あ、ですか、うん、フレックスじゃないんです、コードなんです、うんうん、仕事ではあんまり使わないです、なるほど、
そうですよね。ジャケットとかアーティストさんのジャケットとかそういう時くらいですかね、うん、へえ。そういう時は出番が時々たまに、うん、今広告とかは大体、うん、まあ、全部それがあればとりあえずできちゃいますね。そうですね。作品取りに行く時は、うん、あの1週間とか、はい、1人で海外に行ったりするんですけど、その時もずっとこれで取り、うん、あ、そうなんですね。こういう状態で待ちを、なるほどなるほど、こういう感じだそうです皆さん。最近、うん、一番最新の写真集で初めてライカだけっていうのがあって、おー、なるほど。で、それが、ね、一番初めに流行通信っていう雑誌で、うん、毎月どっか一つの都市とか国とかを特集して自由に撮ってきてください、うん、っていうのをまとめた写真集。多分こういうイメージが、うん、世の中的には強いけど、ちょっとこうハイキーで、うん、なんかね、空気が綺麗な感じ、うん、みんなそれ早朝な感じがあるんですね、うん、でも変わってしまったんですよ、私。そうなんですね。残念ながら、すいませんと。まあでもこれも私ですからね。そうですね、これも私です。これ知らないですね。これもですね、はい、なんか世界のスターバックスさんを何軒かこう巡るコラボ的な企画をやらせていただいた上で、その周辺も取り、これもまだその RZ 縦位置の時代ですね。こういうことが昔はありつつ、はいはい、なんかムービーが増えて横位置になりました。なるほど。最終的に色も乗ってる感じですね。これが一番作品として一番最新の写真集なんですけど、うん、だいぶ違いますよね、うん、私も自分ではそんなに気づかなかったんですけど、うん、やっぱり比べると全然違うのが、うん、映像の影響もあって、うん、ちょっとこう静止的な絵から、うんうん、若干多分動的な絵になってきてたりとか、うん、目線が横位置になったりとか、うん、あ、これライカっておっしゃったか。そうですね、プラハを4日間くらい歩いて、うん、すごい。だいぶ変わってます、はい、これが今最新作、はいはい、でもなんかこう目線はやっぱつながってるんですね、うん、やっぱね。ちょっと案内してもらっていいでしょうか、はい、機材置き場。ムービーの機材はやっぱりあの毎回、うん、機材屋さんで借りるものなので、なるほど、ここにあるのはスチールの機材がある、はい、ポラウォーマー、はい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 、昔使ってらっしゃると思うんですけど、ロケとかで。そうなんです。すごいポラですね。これ多分あの仕事で必ずアシスタントで一回切るじゃないですか、はいはいはい、それをみんなアシスタントここに貯めてって。なるほど。ポラを知らない人も今いますからね。あ、そうですね、うん、これで感じを掴んで本番に挑む、はい、そうですね。それを外でやった時に寒い、3分ぐらいでしたっけ、どうやってたか、1分半これで挟んで温める、電気で温めて、はい、すごい懐かしいものが。ドラマチの時間っていうのがものすごい気まずいんですよ、はい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 、今の時代。なるほどなるほど。みんな知らないので、今何を待ってるのっていう。なるほど。多分皆さんデジタルで撮ったらモニターで出てモニターで確認してやるんですけど、ね、なるべく短縮して、なるほど、ちゃんとこうあるよと。作品サイズはこうどういうふうに決められてるんですか。こう場所ですかね。まず提示するところの場所とその時の気分。その時の気分。なるほど。昔は割と自分で焼いたプリントをそのまま展示したいっていう時間だったので、最近は自分で一回焼いたプリントを元に TCK さんに、なるほど、あの大型を出していただいて、こんな感じで大きくしたいと、ね、っていうのをやったりはしてます。じゃあ、あくまでもその自分でまず一回作って、はい、このイメージで大きくしたいという。そうですね。必ず逆に言うと、大四つで焼いてそれをスキャンしてますね、うん、TCK さんは。そうなんだ。ネガからはスキャンせずに、プリントからの方がいいらしいです。へえ。再現性が。でこっちがアイス。アイスですね。はい。はい、こんな感じです。こんな感じです。はい。あの広川さんのとか見させていただいてます。はい。はい、
あんまり人の足つ見たことなくて、ね、本当に自分でそれこそ一人暮らししてアパートの時代からあんまり変わってなくて、はい、この状態でラップの PL だし、うん、プロセンサーが製造してないの で、うん、でしかも修理も受け付けてないので、これが壊れると、うん、写真が焼けないんですよ私。これなんかあれですよね、開けてなんか洗ってましたよね、はい、バーッと。そうですね、このここから外して、はい、これが日曜予備で2台持ってるんですけど、最近もちょっと調子悪くなったりして、どうしようどうしようやばいですね。各所に電話して、なるほど、どうしたらいいですかって聞いたりしてましたけど、本当にこれがなくなったら焼けない。困りますね。困ります。これはこれはあれですね、あ、これ発明品これはちょうど3日くらい前にここは紐をつけてたんですけど、うん、紐が切れちゃったんで、なるほど、とりあえず今事務所にあったなんか仮のものと思って、あのビニール違うテープを自分で三つ編みして、なるほど、これそこの椅子に座ったままそうですね、すいません、この紐をなるほど三つ編みしてるんでちょっとめっちゃ恥ずかしい、こういう状態ですね。ああ、なるほど、いや素晴らしいこういう世界ですね。そうです。ここにプリントを乾かす。そうですね。これも可愛いですね、プリント。本当にどうなんですかね、プロとして。いやいやいや。多分みんなもね、こうすごい学校なんだ。自分でやって、自分で考えて自分でやっているので。綺麗にしてらっしゃいます。全然違うんです。こっちが違う。こういう状態で座って、うん、もう電話の中でこうやって出せるっていう状態が、全案ですもんね。そうですね、全案ですね、うん、なんか真っ暗な状態ってことですか。そうですね、なるほど。よくあるのは消して録音してる間に寝ちゃったっていうのがよくあるんですね、全案すぎてパッと起きた時に今録音した後か、まだしてないか分かんなくなって4秒寝たかもしれないとかありますね、なんか。よくあります。これはダスターっていうか、ゴミとかはブロワーであるんですか。ブロワーなんですよ。なるほど、シュッシュッと。ね、あれはアシスタントあれでやるのが好きな人もいるみたいですけど、ね、私はずっとこれです。それなんですね。はい、あのね、あの、TCK さんとかいいですよね。ああ、シュッシュッとですね。ぜひ。あれも導入しましょう。水谷さん1台買っておいてください。素敵です。いやでも綺麗ですね。本当ですか。はい、いやでも実際はちょっと片付けました。ああそうですよね。こんなに綺麗なのと思って。まずこの白い壁が気持ちいいですよね。これはよくありますね。はい、あの鉄の壁なんで。うん、これ鉄なんだ。そうなんですよ。マグネットでついて作品を展示のイメージとか。そうですね。一回作品をカラーコピーして、はい、でそれを床にバーって並べて、そのからこうピックアップしながら貼っていって、これも本当にページになってますね。なるほど、なるほど。この見開きで組み合わせを考えて、それをさらに冊子の状態にしてみて、こうめくったりしながら。でこれで行こうって決める、はい、そのためのこの白壁という、コロナの時に、そうですね、はい、の時にあのやっぱりみんなカメラマンがちょっと不安、今後不安に思い始めて、何ができるかなと思った時に、リモート撮影受け負いますみたいなことを、なるほど、ちょっと考えてそれ、そう、あの今後言っていけたらいいなと思って、それってなんかどんな感じでやるんですか。例えば要望に応えて撮ってきます、うんうん、で撮ったものをお渡しします。なるほど。っていうスタイル。うん、もう私一人でやってくるんですね。そうですね。うん、なんでお任せください、うん。もちろんその仕事によって相談はいろいろ乗って、うん、例えば広告だったらみんなで行くじゃないですか。うんうん、クライアント立ち会いとか、はい。立ち会いがあって、決められた日にちがあって。うん、なんかすごい多分見てる方は分からない方も多いと思うんですよ。はい、多分あの撮られてる写真 の現場には何十人もの人が、うん、実はクライアントさんとか、まあ、タレントさんだったらヘアメイクの人、マネージャー、ものすごい数の人がいるんですよね、そうですね、いつも、うん、
人物がまあ絡まないような物撮りだったり、うん、風景だったり、うん、イメージ写真だったりするようなものでも必ず撮影日があって、うん、でみんなでスケジュール調整して、はい、時間が決まっていて制作部がいてみたいな、うん、状況になるんですけど、うん、全部任せてもらったらそれはそれでカメラマンとして一つの、うん、責任持ってやります責任持ってやるし、うん一番いい日にちの一番いい時間を何日でもかけて撮影できるし、うん、よりいい上がりになる可能性が、うん、高いですよね楽しいよねもう一回も例えば行こうと思って行けますよねそうですね、うん、ちょっとそういう仕事って楽しくないですか楽しいかもしれないですねしかもある程度こうキャリアがある人だとまあ信頼もあるし、うん、そうですねまず信頼は、まあ、多分理解した上でやってもらえるかもなって、うん、ちょっとなんか最初に戻った感じですね、はい、そうですね、うん、こういう仕事のやり方やりますよっていう、うん、なんか発信の仕方ってどうしたらいいんですかね、うん、いやもう言っちゃったらいいんですそういう、はい、あの仕事の依頼もあったらいいなと思ってます、うん、ぜひ皆さん、はい、もう信頼していただいて間違いありませんので、はいはい、丁寧にやれるし、うん、よりいい上がりになるしカメラマンとしてもちょっとステップが違うところに行くというか、うん、より楽しんで仕事ができるし、うん、なんかこう自分がこう目指したい未来っていうか、うん、多分ずっと RZ で撮るんだろうなと僕は思いますけどそうですね、 ねだけどこう、ね、なんかこうイメージありますか逆にでもですねだんだんカメラもちっちゃくなっていってなるほどなるほどちっちゃいですお TC はこちらちっちゃいへーこれはちっちゃいですねちっちゃいですねこれもフィルムカメラですね35mm 35mm へRZ じゃなきゃ撮れない写真ももちろんあるし、うん、でもこういうものちっちゃいものでしか撮れないものもあるんだなっていうことに、うんまあ、最近だいぶその自分の中のくくりが、うんもともとすごく狭かったんですけど、うんですよね、だん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 こう広がってきて、広がってきてこだわりがなくなって、うん、こういうので撮るのも楽しい、うん、自分が作品とも言えるよう な, なんか自分になってきて、うん自由になっていってるんですね。そうですね、そうですね。自由になっていて、より楽しくなってる、写真撮るのが、うん。いいですね、うん。自由になるっていうのが楽しいですね。なるほど。